あのその大会の中で一番盛り上がる試合して一番派手な KO で勝ちたいと思っていますそれでは9月27日金曜日ルンピニスタジアムで行われますワンフライデーファイツ81出場が決定しました武選手秋元宏樹選手から賛成への意気込みをいただきたいと思います、えー、まずはいろいろ武選手からお伺いしていきたいと思います武選手賛成の意気込みをまずお願いいたします はいえー、と前回の1月28日の試合で、まあ、ワンオン初参戦であのチャンピオンのスーパーレットと対戦させていただいたんですけど、まあ、その試合負けてしまってまだあの日本のファンの皆さんだったり世界のファンの皆さんにワンで勝つ姿を見せれてないんであの次戦、9月27日必ずワンで初勝利を挙げて、えー、次につなげたいと思ってますお,いよろしくお願いします。 代表で私の方から何個か質問させていただきたいと思いますが1月のスーパーレッグとの対戦激闘から今まで武尊選手、どのように過ごしししていらっしゃいましたかそうですねあの、まあ、前回の試合であの膝の骨,骨骨折してしまってあの復帰するまではちょっとやっぱ時間がかかったんですけどあの怪我もしっかり治ってあっと体作りも。あの でできてるんで、えー、先,先月ですかね、アメリカ合宿1か月ぐらいやって、また来週からアメリカ行って、えー、最後の追い込みやって、完璧に仕上げたいと思ってます、はい、そして、再起戦がタイのムエタイの殿堂、ルンピニー・スタジアムということになりましたが、えー、そのあたりはどういった思いを持っってらっしゃいますかそうですね。あのーまあ 日本のファンの皆さんの前で試合したいという気持ちがやっぱ強かったんですけど今回、ワンからルンピニーの大会に出てくれっていうとオファーいただいて僕は高校生の時にラジャダムナンスタジアムで試合してて、てこうして現役キャリアの最終段階の時にルンピニースタジアムで試合できるっていうのはすごい僕の格闘技人生の中でもすごいいい経験になるなっていう風に思ったしいつか試合してみたい会場だったんで。 すすごく嬉しい気持ちですそれでは9月27日金曜日、ワンフライデーファイツ8 1武尊選手の対戦相手を発表いたします。ブラックパンサー選手はトップファイターを次々と輩出しています、チームメディ・ザ・トゥーに所属しています。 キャリア79勝17敗の戦績を誇りまして昨年3月のワンフライデーファイツでワンデビューを果たしましたその時は敗れたもののその後3連勝中です直近の試合では鮮烈なハイキックで2ラウンド KO 勝利を飾っている24歳の勢いに乗る選手ということになります改めてですがタケル選手このブラックパンサー選手の印象を聞かせていただけますか そうですね、あのー、試合映像も見させてもらったんですけど、あのーまあ、前回僕が敗れたスーパーレッグ選手にすごい戦い方が似てる選手だなというふうに思って、ローキックも強いし、ハイキックも蹴れるし、パンチでも倒せるし、あのー、すごいトータルファイターで強い選手だなというふうに思いました、はい、それではここで、ブラックパンサー選手よりコメントが届いておりますので、ご覧いただきたいと思います。 สวัสดีครับผมแบ็คเบนเทอร์ก็รู้สึกตื่นเต้นมากครับที่ได้เจอนักชกที่เก่งแล้วเป็นเบอร์นหนึ่งของโลกครับรู้สึกตื่นเต้นมากๆครับผมก็เคยต่อยคีบ็อกซิ่งมาบ้างครับเหตุผลที่ผมตกลงต่อยทาเกรุเพราะว่าผมอยากเจอนักชกที่เก่งระดับโลกผมแล้วก็ผมก็อยากเป็นแชมป์คกบ็อกซิ่งเหมือนกันครับส่วนตัวผมมองว่าทาเกรุเป็นนักชกที่เก่งระดับเบอร์ต้นๆของโลกครับ จุดแข่งของทาเกรุก็คือเขามีหมัด<話>ท <before> <mumbles> <_ paragraphs> ี่เร็วมากแล้วก็เป็นคนที่แบบแรงดีมากครับฝากถึงทาเกรุนะครับผมื่นเต่นที่ได้เจอกับทาเกรุมากครับผมจะตั้งตาซิตซ้อมให้หนักครับเพื่อที่จะไปเจอกับเขาครับブบล็คพันเซอร์เซ็นชูน้องคอมเมนต์ตัวคุยทาดาขียงแต่งนะก้อนนเซนช そうですね。あのまあ、ほんとこれからワンの,のトップに上がっていく選手だと思うんで、あので、ー、しっかり返り討ちにしたいなというのと、まあ、やっぱ僕は前回ステーパーレッグ選手に負けてそのリベンジに向けての一戦にもなると思うので僕は逆に同じようなタイプのファイターとやりたかったし、あのー、似ているファイトスタイルを持っている選手なので。あのー こういういファイトスタイルの選手にもしっかり倒して勝てるところを次回の試合でしっかり見せたいいと思います、はい、今回も激しい試合になりそうですけれども試合のイメージなどは今、頭の中にあっったりしますすかそうですねやっぱ前回、あのー、負けたイメージっていうのを払拭したいんで、あのー、その対策っていうのはしっかりやってるし、まあ、一番 僕、一番最初にワンを見に行ったのがフライデーファイツで本当、えー、激しい試合ばっかりでめちゃくちゃ盛り上がる大会だったんであのでその大会の中で一番盛り上がる試合して一番派手な KO で勝ちたいと思っています。